じゃあこれから、ドッグファイトポジションで相手が小手を巻いてきた時の、ルーカスレイチスリップを紹介します。ドッグファイトポジション、そうですね、作ったところからやっていこうと思います。相手の右足に対して自分の左足が90度に交わるように調整してください。ちょっとぐるっと回っていただいて、相手のふくらはぎと自分のふくらはぎの角度が90度になるような形です。で、これで腰を浮かせずに腰を自分のかかととかに近づけて、しっかりとも正座して、絶対にこの足が抜けないようにしておいてください。で、セットアップの時点では結構腰とかを抱いているんですけど、これ相手がマットに手をついていればすぐにバックに行きます。もしくは背中抱えてるくらいだったら手を下へ下へ下へスライドして相手の裾をグリップしてテイクダウン系のスイープに行きます。ただしこの状態で相手が小手を巻いて引き上げてきたりすると、足へ手を伸ばそうとしてもブロックされて届かなくなってしまいます。背中抱えてるぐらいだったら全然この手は下まで行くんですけど、腕抱えられちゃうとこう引き上げられて、なかなか裾までは届かなくなってしまいます。でこれをされたら自分の肘を、ここら辺に置いたまま手の方だけぐるっと回してきて相手の手をキャッチします。腰に手をかけたまま肘を中心に手首をぐーっと回してきて相手のここで手首をキャッチします。手首か袖を掴みます。小手巻いてきている相手の袖もしくは手首、相手の腕の長さとかに合わせて掴んでください。でこれでもう相手の腕がここから動かないようにしてあります。そして右手を相手の懐へ伸ばしながらズボンを掴んでください。ズボンを掴めたら右肩を相手の腹の下に入れるようにしながらさらに、引き込み始めて下へ下へ入るようにして返してやります。左手で最後まで相手の手を持っておくことでマットについて、ディフェンスされないようにしてください。ここで体を起こしてフェイクしてドッグファイトを持つ。小手巻かれているので自分のここで肘を動かしてきて相手の手首や袖を掴みます。右手でパンツ掴んで相手が遠ざけるように回ろうとやって、むしろ下に入り込むような感じです。完全に相手の腹の下に体が来て回していきます。ここで回るときのポイントなんですけど、懐に入っていくときのポイントなんですけれど、体を起こして、ちょっと、グリップはパンツとかに持ち替えて、ちょっと回り方に集中してやっていこうと思います。手を相手のパンツに戻す、伸ばしていきます。これ相手が足立ててたら、足の下とかに手を突っ込んでもいいと思います。ただ相手が膝ついているときは、膝にします。で、右肩が相手の腹の下に来るようにグッと入っていくんですけれど、ずっと初めから最後まで左足で相手の右足は絡み続けておいてください。こういうことですね。引き込み始めても絡んでおきます。で、さらに懐に入っていくときにまた180度くらい回って引き込んだ時点でも左足で絡んでおくんですけど、右足をマットにしっかり指反らせてついて自分の体を相手のカードの下に引っ張って入れてください。1回、2回、3回でもいいし、何回かに分けて小刻みに入り込んでいくのをお勧めします。これをまた寝返り打つようにぐるっと回るだけだと追いかけられないんですよ。1回だけで終わっちゃう。ここで頑張っても帰れない時は帰れないです。だけど右足を、つくたびに体を動かすようにしておけば帰らなくてももう1回下に入るし、それでもダメならもう一回入るし、何回かに分けて相手を追いかけることができるので、左足でずっと絡みながら右足でマットを掴んで腰を中へ中へ入れて自分の背中マットにつきながら最後反対側にひっくり返す動きをお勧めします。でその間も相手がマットに手をつけないようにするには相手の袖をもしくは手首を掴んでおきます。掴んでおいて
自分の脇で挟んでマットにつかせないようにしておいて、パンツ掴んで力しもらって、マットに右足つくたびに体が内側へ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 入っていきます。で、返した後も左足をずっとかけておいて、上になりながらもずっとコントロールしておきます。左足で相手の右足をマットから離すようにすることで相手のハーフガードを防ぎます。ハーフガードするには足組まないといけなかったりするんですけれど、足同士を離してやるとハーフガードは相手できなくなります。もう一回ですか。そうだ、ちょっと待って、大きくして相手が小手前できたら、肘は相手の背中の方にあるんですけど、手だけここですね。ちょっと違うときです。小手巻かれて、しっかり引き上げられて、まあ、相手がなんか道着とか掴んでくるときも、もしくは自分の道着かもしれないですけど、なんか掴んできても、ぐるっと手を回して、相手の袖をキャッチします。ズボン掴んで、懐に入ってきます。ずっと左足でもらっておいて、引き込んで、右足をつくたびにちょっとずつ背中がマットに近づいています。返した後も左足でコントロールしておくとハーフガード防げます。 OK です。以上で説明を終わります。ありがとうございました。